谷崎潤一郎を役「源氏物語」その第九十八回「身を尽くし」続きから「因は近頃そういうことは格別お心にもお止めにならないでもっぱら五世のお勤めをなすっていらっしゃいますからかようかようと申し上げれば深くもお咎めにならないであろうと思います。では そのように御意がありましてお召し出しになりましたら私はただ宮にお口添え申すだけのことにいたしましょう。全くこうもしてあげようかああもしてあげようかと手落ちのないように頭を使いましてこんなにまで苦心しておりますことを口にも出しておりますのに世間の人はどのように申しておりますやらと気がかりでございます」などと聞こえ上げられまして。 後日いかにも大瀬のようにまずそれとなく二条の院へお移し申そうと思いになります女気にもかようかようにするつもりですお話し相手にはちょうどよかろうと存じますとそんな目論みをお漏らしになりますので嬉しいことにお思いなされて恩渡ましの支度をしておあげになります入道の宮は兵部卿の宮が 姫君を早く家へ参らせたいとやきもきなさりながら養育なすっていらっしゃるらしいのをご覧んあそばしておとどとの女かが面白くないのにどうなさるであろうかとお胸を痛めていらっしゃいます言の中な言の御娘は古紀伝の女子とお呼び申し上げます大い殿の勇士でいらして体操華やかに貸し付かれておいでになります 「お上も頃合いなお遊び相手におぼしめしていらっしゃいます」「入道の宮は兵部卿の宮の中の君もお年が同じぐらいであらせられるから定めしたわいがなくてひな遊びを定めしたわいがなくてひな遊びを見るようであろう」「それより大人びたお方がお世話申し上げた方が結構であると思いなされてそういうふうに相乗なさいますことでしょう」 おとどがいろいろなことに気を付つけになり聖堂の方の御後ろははらにも言わず日常の細かなことまで面倒を見ておあげになりますお心持ちの優しさを頼もしいものに思っておいでになるのですがご自分はとかくご病気がちでいらっしゃいまして代理へお参りなさいましてもゆっくり思考したもうこともお出来にならない御ありさまなので。 方々いくらか年上のお方のお付き添えがどうしても必要なのでした「身を尽くし読み切りよもぎ湯」「妻の裏でもしを垂れつつわびしく過ごしていらした頃都でもさまざまに嘆いていらっしゃる人が多かったのですがそれでも身のよりどころのある方々はただ恋しいという 一筋の思いに悩んだだけなので二条の上などもお気楽に廃所の方ともしげしげ恩文のやりとりをなさりながら簡易を失い保ったお人の仮初めの恩生息なども世の浮き節の折々につけて送っておあげになったりして心を慰めていらしたのでしたそれに引きかえてなかなか君の思い人とは世にも 知られずお旅立ちになった時のご様子をもよそながら噂に聞いて想像しつつ切ない思いを胸の内に包んでいたというような人々も多いのでした常陸の宮の姫君は父美子がお隠れなさいました後は他にお世話申し上げる人もないお身の上で広く心細そうにいらっしゃいましたのを思いがけない雪がかりから お通いなさるようになってずっと続いていましたので君のご異性から言えば他に何でもないちょっとしたお情けをおかけになったおつもりなのでしたがお待ち受けになるお方の見る影もないご境外では大空の星の光をらいの水に映した心地で過ごしていらっしゃいますうちにああいう騒ぎが起こってきまして君も 浮世のあらゆることが嫌におなりになったりしたお取り込みの中で特に深くもおありにならない人たちのことなどはお忘れなされたようになって遠く田舎へお出かけになりましてから後は「わざわざお便りもしておあげになりません当座の間は泣きながらも暮らしていらっしゃいましたものの年月を経るに 連れましてしみじみと寂しい恩ありさまになってゆかれます。古い女房たちなどはやっぱりご運勢がまずくっていらしたのですね。一時は思いがけなく神仏が出現なさったような風で、人はこういう幸せなご縁を引き出すこともあるものかと珍しく存じ上げておりましたのに、おしなべての世の習わしとは申しながら、 他に頼るお方もいららっしゃらない恩ありさまとは何という情けないことでしょうかとつぶやいて嘆くのでした貧しいなりに暮らしていた頃は言いようのない寂しさに慣れて過ごしていらっしゃいましたのに生地中途で少々ばかり世間並みな暮らしを覚えたために跡が一層こらえがたく感じられて嘆くのです。 少しはたしなみのある女房たちも自然より集まっていたのですけれどもみな次々にかなたこなたに散っていってしまいました中には死ぬ者も,もあったりしまして月日が経つに従って神の人数が減っていきますもともと荒れていました御殿のうちが人を狐の住みかになりまして不気味に神官と生い茂った木立の奥に フクロウが泣きますのを朝夕耳にするようになりますとこれまでは人気がありましたからこそそういうものもそれに押されて姿を隠していたのですが今は小玉などという怪しいものどもがところを得て次第に形を表しいろいろわびしいことばかりが起こってきますのにたまたま残って仕えています次女たちは もうたまりまりせぬこの頃図頭領などの面白い家作りを好みます者がこの御殿のたちに目をつけましてお手話になりはせぬかとつてを求めて申し込んでまいるのがございますがそう遊ばしてかような世にも恐ろしいところでないお住まいへお移りなさいませここではおそばに残っておりますものもとても辛抱がなりかねます。 などと聞こえあげるのですけれどもまあひどい世間の思惑もあることですし私が生きています間はどうしてそんな昔を忘れたことができましょうこんなに恐ろしく荒れ果てましたけれども親の恩面影がとどまっている懐かしい住みだと思えばどんなに慰められることか」と泣くばかりで夢にもそんなことはお考えになりません 御長寿の類も大層時代のついた手慣れた品々で昔風に立派にできていますのを生物尻の風流があった男などが手に入れたがって誰それの名人にわざわざ作らせたもうたと聞き出してきては穴いをこうてああ貧乏でいらっしゃったらと侮りながら申し込みますと例の女房たちは「しようがない。 物を売り払ったりすることも世間にはよくあることだからと気休めを言いながら目前に差して待った暮らしの辻褄を合わせようとする時もあるのですがきつくお叱りになりまして「私が使うように」と思いなさればこそこしらえておきになったのです。なんとして軽々しい身分のものなどの家の飾りにさせましょうぞ。 ご本位に背いては申し訳がありません「と仰せられてそういうことはおさせになりませんついちょっとしたことにでも訪ねて来てくれる人もない海身の上でただ兄君の善次の君ばかりがたまに今日に出ていらっしゃる時にはお立ち寄りになりますけれどもそれも珍しく古風なお人で同じ奉仕という中でも夜るべのない 浮世離れのした肘でいらっしゃいましてぼうぼうと伸びた草やよもぎを掘り取ったらばというほどのことをさえ思いついてもくださいませぬそんなわけなので浅地は庭の表も見えないように茂りよもぎは軒と高さを争って伸びていますムグラが西東の御門をしっかり閉じ固めてくれたところは用心がよいのですけれども 崩れがちな周囲の追事は馬牛などの踏みだらした通り道になって春から夏には木道が放ちいをする不ラチさです葉月の野分けが吹き荒れました年に牢なども倒れ下野家の粗末な板吹きであった建物などは骨組みばかりがわずかに残りまして今ではゲスもすみません朝夕の煙も耐えて に盗人などという無効密なやからも光きが寂しいからでしょうかこの御殿ばかりは用のないものとして通り過ごして寄りつきもしませぬのでそういうすごい野良やぶですけれどもさすがに神殿のうちだけは昔のままの飾りつけがしてありますがつやつやと拭き掃除などをする人もいませぬ。 塵は積もりながらも確かにそれと頷かれる麗しいお住まいには違いがないのでその中に証し暮らしていらっしゃいます儚い古い歌や物語のようなものを相手にしてこそつれつれをも紛らわしこういう住まいのやるせなさも慰められるものなのですが多様な方面のたしなみにも遅れていらっしゃるのです 谷崎純一郎役「源氏物語」その第98回「よもぎ湯」途中まで2021年5月30日。